突然ですが UE4 のゲームに感動したので紹介いたします。 UE4 は売上3000ドル未満なら無料で使用できるツールですから、趣味で使用する分には無料というすごいツールです。今回紹介するのはゼンガーデンという無料のゲームです。まずはそのすごい映像をご覧ください。マウスのクリックに反応してコイが来てくれます。マウスで庭に落書きできます。マウスに反応して蝶々が群がります。マウスで枯れ木に花を咲かせられます。このゼンガーデンはラーニングのレガシーサンプルズにあり、一般的なゲームのあるマーケットプレイスにはないのでご注意ください。そしてこのゼンガーデンは様々な修正ができるのも魅力です。ウプ主は源平合戦絵巻第20巻で建物を鳳凰殿に変えたり、後白河法皇様に登場していただいたりしました。今のウプ主はこんなことしかできませんが、さらに勉強すればこれをさらに面白いゲームにすることも可能なはずです。例えば鯉にまんべんなく餌を与えるゲームなどができそうです。 UE4 は映像の綺麗なゲームができるだけではなく、そこからさらにオリジナルの映像なりゲームなりを作れるのがすごいと思います。ということで、これからは UE4 の使い方や凄さを紹介する動画をアップすることも考えていますので、ご覧いただければ幸いです。